どういうこと、どういうこと。これ多分さっきと同じ、なんていうの、さっきと同じまんま最下位みたいになっちゃったんですけど、これってでもそっか、配信時間が多分さっきとほぼ変わらないから再開になるのかな。おはようございます。あ、なるほど。1時間経ってないから更新されてない。なるほど。わ、知らなかった。そうなんですね。よし、おはようございます。もう私は目が覚めまして 目がバッチリ覚めました。ということで、今から CD を開封したいと思います。というのもですね、オフィシャル HKT48 の18枚目のシングルが発売されまして、で、僕はやっと君を心配できるのタイプ A、タイプ B、 それぞれ5枚ずつあって、こちらが届いたので開封しようと思います。こっちが A か、こっちがタイプ A で、こっちがタイプ B です。で、なんか特典で生写真がついてきて、全部花さんでした。10枚花さんが反射するかな、反射しちゃう。花さんでした。こちらは全て持ち運びたいと思います。でそれでは開封しようかな。じゃあその前に2つだけ届いた時にその両親が開けてしまっていたので、それをちょっとまず開封したいなと思います。私はまだ誰の生写真かは知らないので完全ランダムなんですけど、じゃあタイプ A からいきます。これも開けてあるものです。あ、見えちゃった。生写真1枚目はベーン、あ、これ映りそう。マリアさん、待ってね。1枚目はマリアさんでした。わーい、え、かわいい。なんかマリアさん、今回のマリアさん巻き下ろしで大人なマリアさんです。キャー、やった。1枚目からマリアさんです。ちょっと反射しちゃいそうなので隠します。わーい、嬉しい。1枚目からマリアさん。今回は10枚あるので、自分の1枚引けたら嬉しいなって思います。じゃあそれでは2枚目いきます。見ない見ない、いきます。
せーの、すごいな、せーの、はい。わあ、いぶきさん、いぶきさんでした。やった、ダブルセンターのいぶきさんが出てくれました。キャー、とても、でもいいです。誰が出ても嬉しいんですけど、今この2人が出ました。くださいって、よし、はい。じゃあそれでは3枚目いきます。じゃあ A からいきます。初回プレスの A を開けます。おはようございます。遊びに来たよ、ありがとうございます。えい、キャー、ドキドキ、もうドキドキ。私がいつもやってるのはこの帯をこの開けてすぐの、見える、見えない、このここの部分に挟むっていうのを、ファン時代からやってます。もうこの1ミリも捨てないっていう、こういう感じで挟んでます、いつも。じゃあそれでは3枚目いきます。あれ、あったあった、いきます。3枚目、じゃあ予想しますね。3枚目はアキさんだと思います。いきます、せーの、はい。わー、クリナさんだ、わーい、セクシーなクリナさんが出ました。やった、すごい。今はマリアさんとクリナさんといぶきさんが、よいしょ、出ました。わー、でも今のとこ一枚もかぶってないです。この調子で行きましょう。おい、それでは4枚目、続いてはタイプ B を開封していきます。うん、タイプ B にはチーム K4 の曲の最強アイドルよろしくが入っております。もう聞いていただけましたか。まあ、こうやってビリビリそれを破る瞬間も大好きです。僕の夢だけれど、お、まだ見てない、これを挟みます。よし、それでは4枚目いきたいと思います。それでは4枚目いきます。予想は花さん、せーの、はい。うわ、ここかわいい、なにこのポーズ、かわいい。ココちゃんが出てくれました。4枚目かな、4枚目でココちゃんが出ました、かわいい。本当にかわいい。私最近ずっとココちゃんに会った瞬間ずっと可愛い可愛いって言っちゃうんです。本当に可愛い。ねえ、美女良すぎる。ココちゃん肩なんか出しちゃって可愛い。このジャケ写撮影の時はずっと一緒にいました、ココちゃんと。やった、嬉しい。じゃあそれでは5枚目いきたいと思います。次はタイプ A を開封します。帯を収納します。うわ、危ない。はい、じゃあそれでは5枚目いきたいと思います。私の予想はアイチーさん、こっちかな、いきます。
せーの、はい。あ、くるみさん、くるみさんだ、かわいい。え、かわいい、なんで、なんで、どうしてこんなにかわいいの。かわいい、くるみさんが出てくれました。ということは5枚目でまだ一度もダブリが出てなくて、イブクルさんが揃いました。ダブルセンターさん、わーい。あ、確かに警報が4人もいます。今嬉しい。待って、これは全メンバーコンプリートしたくなる。わ、 CD あるある。なんか CD って生写真入ってたらもうその選抜メンバー分全員欲しくなりがちなので、うわ、16に欲しいな。10枚、今手元には10枚なんですけど、うわ、コンプリートしたくなってきた。じゃあそれでは6枚目に行きます。6枚目は A かな、タイプ A を開封していきます。確かにそろそろ地引きしたいですね。はあ、このピリピリが最高。収納します。それでは6枚目かな、1,2,3,4,5、6枚目を開封したいと思います。今出てるのはココちゃんとマリアさんとクリナさんとくるみさんといぶきさんが出ております。うわー、誰が出る。じゃあ私の次の予想はえうらちゃんだと思います。それでは6枚目いきたいと思います。せーの、はい。あ、ななかちゃん、かわいい。なんじゃこの美女、かわいすぎる。え、かわいい。ということで6枚目はななかちゃんが出てくれました。かわいい。私ななかちゃんの髪型の中で全部似合うんですけど、一番このポニーテール、ストレートポニーが大好きで、うわ、嬉しい。しかも本当に可愛い。この衣装とっても似合います、ななかちゃん。え、今1枚もかぶってないです。すごい。また親友引いた、また親友を引きました。嬉しい、1枚もかぶっておりません。え、嬉しい。今出てるのがいぶきさんとくるみさんとえぐここと、ななかちゃんとくりなさんとまりあさん。え、ダブらないのすごいです。え、嬉しい嬉しい嬉しい。なんかすごいファンの時の気持ちで配布してます、一ファンとして。じゃあ続いていきます。すごいどんどん進んでいってるんですけど、続いてはタイプ A を開封します。今6枚開けてきてまだ1枚もかぶってないです。おたかつしてます。じゃあ次はレイヤーが出ると思います。私は。皆さんは誰が出ると思いますか。見ない。でも今この人が出ると思って一回も当たっていないのでちょっとあれなんですけど、渋井ちゃん、愛知さん、リュウトウちゃん、ザワちゃん、ねねさん、リュウトウちゃん。おー、なるほど。よいしょ。うわ、ちょっと待って、足が痺れてきた。よし、なるほど。それでは7枚目
7枚目、あっという間に7枚目いきます。いきます。私の S はレイヤです。せーの、はい。あ、ななかちゃん、かわいい。こんなのね、いくつあってもいいですからね。嬉しい。ななかちゃん2枚目です。わーい。もしななかちゃんが持っていなかったらプレゼントしよう。かわいいね、本当に可愛い。もう本当に、もう本当にいくつあってもいいですから、ななかちゃんなんて無限回収。よし、じゃあそれでは。確かにコメント欄ななかちゃんいなかった気がしますね。よいしょ。キャー、ちょっと待って、足が。よし、じゃあ次は B、 タイプ B を開封したいと思います。あ、その前にこれ、なんとひじりさんのサイン付きの生写真が当たりましたわーい。なんか HKT のオフィシャルショップで買い物をした時についてきたみたいで嬉しい。大事にします、ひじりさんのサイン付き。キャー、でも自分の1枚出たら嬉しいですね。次が8枚目、8枚目です。よし、じゃあ私の予想は自分が出ると思います自分だと思う。でもそう考えたらファンの皆さんもこういう気持ちで開封してるんですね。そう考えたらなんか私も同じ気持ちを味わえて嬉しくなりました。わあ、誰だろう。じゃあ皆さんは誰だと思いますか。8枚目、私は自分だと思いますさえちゃん、ドアちゃん、ねねさん、しぶいちゃん、確かに出てない、ななかぴん、さえさん、えじいさん、ゆうきさん、ゆうかちゃん、みなちゃん、あきちゃん。おー、じゃあ8枚目いきたいと思います。せーの、はい。あ、かわいい。えうらちゃんが出ました。かわいい。なになに、このローズかわいい。え、かわいい。わ、嬉しい。7期生が出てきてくれました。えうらちゃん、かわいい。もうね、本当にかわいい、かわいくて、なんかえうらちゃんはすごい、最初はおとなしい、ずっとね、おとなしい、おとなしめな子なのかなって思ってたんですけど、なんかアットジャムのリハが終わった後にこう4時間くらい空き時間があって、その時になんかずっと隣に座ってきて、でなんかみんな空き時間多かったから寝てたんですね。でもエオラちゃんと私だけずっと起きてて、一緒にスピードしたりお話ししたりお写真撮ったりしてました。かわいい。ずっとね、手つないでくるんです、隣から。かわいい、嬉しい。ということで8枚目エオラちゃんが出てきてくれました。嬉しい。あ、でもまだ4期生さんが出ていません。まあ今はエウラちゃんとななかちゃんと、ななかちゃんとマリアさんとココちゃんといぶきさんとくるみさんとくりなさんの8枚です。ね、嬉しいね。やっぱりこういう生写真ってこんなに幸せな気持ちになるんですね。なんか弾いた時にこんなに、どのメンバーさんが出ても本当に嬉しいですし、なんか本当に皆さん美女が良すぎて誰が出ても嬉しいというか、
もう無限回収したくなるくらい本当に皆さん可愛いし、なんかこのコンセプトが今までにあまりなかったじゃないですか。だからなんかこういう黒一色の衣装を着てても皆さん可愛さが引き立っているのがすごいなって思います。本当に可愛い。どうしてどうしてそんなに可愛いの可愛い。わ、じゃあ私の今の願望は地引きと、あとまだ4期生さんが出ていないので4期生さん狙いでいきます。もちろんどなたが出ても嬉しいんですけれども、いや4期生さんと3期生さんもか。ということはさえさんもですね、まだ出てないので、まだ出てない期を狙いたいところではありますが、でもどなたが出ても嬉しいのは事実です。それでは残り2枚のタイプ A バージョンを開けていきたいと思います。そう、今のところはドラフト2期生さんと5期生さんと6期生と7期生が出てくれているので、まだ出てない期の方も狙いたいなって思います。来るかな。じゃあ9枚目、私の予想はさえさんです。皆さんは誰だと思いますか。まだ私次この人が来るって予想したのに一回も当たってないので誰だと思いますか。おお、結構割れてますね、いろんな意見が。赤ちゃんコンプ、確かに。うわ、赤ちゃんもコンプしたいですね。わ、行きます。私の予想はさえさん、せーの、はい。あ、ネネさん、イエーイ、やった。え、やった。じゃあ4期生さんが出てくださいました。ネネさん嬉しい、ハートかわいい。なんかネネさん前髪ないのも似合いますし、何よりかわいい衣装が似合います。迷彩柄が似合います。かわいい。え、かわいいかわいい。え、とってもかわいい。見てください、9枚中5枚も K4 のメンバーさんがいます。え、嬉しい。やった。わ、待って、ラストの1枚になってしまいました。ラストはタイプ B を開けていきたいと思います。え、ラス1です。ラス1、 K4 は、え、 K4 は 1,2,3,4 花さんと私以外のメンバーさんはコンプしました。7人だから今5枚、基本5人今出てるのでなので基本はあと花さんと私でコンプです。今出てるのがココちゃんとマリアさんとくるみさんとクリナさんとねねさんとえうらちゃんとななかちゃんとななかちゃんといぶきさんの9名引いております。いや、わあ、誰が出るのかな。残りラスト1枚になってしまいました。あっという間です。よし、ラスト1枚。でもここで確かに地引きしたらすごいですね、うん、けれど私の予想は
竜道ちゃんが出る気がします。私の予想は、皆さんの予想は誰ですか？なんか予想聞くのも楽しいです。マリアさん、ハナさん、アキさん、しぶいちゃん、地引き、わあ地引き、ハナさん、おお、ざわ、なるほど。じゃあちょっとパワーを込めます。はっ、はい、パワー入りました。じゃあラスト1枚、やった、緊張してきた、緊張してきた、はあ、緊張する。私の予想は竜道ちゃんです。いや待って待って、やっぱり私の予想は伊沢美優です。いきます、緊張してきた、いきます、せーの、はい、あ、なるほど。じゃあこれはもう実質当たりです。え、嬉しい、なんか待って、ねねさんどこ行った、あった、イエーイ、ねねさんが2枚出てきてくれました。え、すごっ、今警報の生写真が6枚も出てます。キャー、嬉しい、すごい。でも10枚引いて、あのダブリがそれぞれ奈々香ちゃんとねねさんの2人だけだったので、え、本当に可愛いすごい、わあ。でも私バケツの時も、あのバケツの時は6枚ぐらい買って自分出なかったんですよ。ゆえるさんとレイヤとミクさんとアキさんとくるみさんと、あとねエミリーさんかなが出てくださって、で君はもっとできるの時も、自分の引かなかったんですよ。なので自分の引いたことがないです、名前写真。今回はななかちゃんでしょ、ゆずきさん、ゆうらちゃん、ねねさん、くりなさん、はいはいはい、1,2,3,4,5,6,7,8 人分出ました、10枚で。きゃー、幸せな。 B さんの時はあいちーさんとはなさんが出ました。自分はココちゃんとザワちゃんの生写真が当たりました。わー、ザワココだ。もう私は宝物です、この10枚。本当にかわいい、宝物です。じゃあもし次のシングルでは自分も自引きできるように、そもそもあの生写真に入れるようにというか、次も選抜でいられるように、またこうやって CD 開封をできるように私も頑張ります。すごい。すごい、ね、本当にかわいい、かわいい、みんなかわいいです。みんなかわいい。幸せ。しかも店舗特典じゃない、あのオフィシャル CD ショップの特典で花さんが10枚もありまして、え、もし花さんが持っていらっしゃらなかったら渡そうかな。よいしょ。じゃあそれではあの
オフィシャル CD ショップ特典の紹介をしたいと思います。花さん、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 最後の一枚は花さん。嬉しい。え、これってあれかな、一回の注文で全員同じメンバーさんが届くんですかね。幸せ。それにしても、はぁ、かわいい、かわいい、本当にかわいい。ありがとうございました開封に付き合ってくださって楽しかった。やっぱりなんだろう、あのファンの、ファンだった時の気持ちをなんかもう一度思い出したような感じがして嬉しいです。楽しかったです。B、A、B、A か。わあ、幸せだ。ののかちゃん2枚とねねさん2枚が出たのもすごい嬉しいです。もう生写真なんていくつあってもいいので、うん、ということで付き合ってくださってありがとうございました。これがタイプ B で、こちらがタイプ A です。なので今ちょっと待って、この量を開封しましたは、私まだ DVD を見ていないので、DVD を見ようと思います。タイプ A はミクさんの卒婚のドキュメンタリーが入っていて、タイプ B は春のコンサートの夜公演7期生お披露目の時のドキュメンタリーが入っています。そう、タイプ A も B も5枚ずつオフィシャル CD ショップで買いました。キャー、なんかそういえばあの店舗特典みたいなのがあるじゃないですか。例えばタワレコさんで買ったらあのイブクルさんの生写真がついてくるみたいな感じで、で私は噂によるとヨドバシカメラにクリナさんと2人の生写真があるみたい で、もしかしたらもうないかもしれないんですけど、それをゲットしようって思ってたんですけど、スケジュールが合わなくて結局行けなくて、ヨドバシカメラに。なのでもしまだあれば来たいです。そしたらまた開封できるんですけれどもうん、楽しかった。あ、イブクルさん生写真ないんですね。そうなんだ。夜は今のところ何時から配信する予定ですか？夜は今のところ今日はコンサートのリハーサルがあるので終わって8時40分頃からしようかなって思ってます。なのでもしリハーサルが 長くあったらちょっと時間が変わってしまうかもしれないんですけど、今のところは8時40分からする予定で、カラオケ配信をする予定なのでぜひ来てくださると嬉しいです。ね、店舗特典も楽しみですね。私去年バケツの時はあのインドーさん、ミュージックプラスインドーさんに行ってゲットしたんですけど、2枚買って、その時
の生写真がくるみさんとあきさんが出てくれて、で店舗特典がアイチーさんとさえさんだっけなの店舗特典の生写真が出てきました、出てくれました。キャーということで、あっという間に55分なので、ありがとうございました。 CD 開封見てくださって。それでは、ランキングを読ませていただきます。はい、13位ゴンタちゃんさん、ありがとうございます。12位龍騎士ポンポン丸さん、ありがとうございます。11位イケミンさん、ありがとうございます。10位つるさん、ありがとうございます。9位あっくんさん、ありがとうございます。8位しんさん、ありがとうございます。7位ひなしえアットマークみるんさん推しさん、ありがとうございます。6位あれ6位ひなしアットマークみるん推しさん、ありがとうございます。5位バクトラマイコミューさん、ありがとうございます。4位ターさん、ありがとうございます。3位千葉のあつおさん、ありがとうございます。2位がカニカマポさん、ありがとうございます。1位は大阪のターさん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆様朝早くからコメントしてくださって、見に来てくださって、そしてギフトも投げてくださって、ありがとうございました。それでは皆さんのおかげであっという間でしたし、とっても楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。それでは今日は朝の配信は終わろうと思います。皆さんありがとうございました。たくさん星とかも投げてくださってありがとうございます。それではまた今日も一緒に頑張りましょう。私が応援しております。それではまたね、バイバイ。